衛線を通過できるよう白駅砲部隊が待機している。集中攻撃を始めるわよ。何らかの防衛システムによって白駅砲が阻止された。突破できたのはわずかよ。くそ、強行突破だエージェント。やり直しは効かないからな。異常エネルギーを検知しました。こんなの見たことがない。ターミナルから来てるようだ。入って出所を突き止めてくれ。
ットワークアクセスポイントを検知。そのターミナルにつないでみるんだ。転送完了。相当な量のデータだ。調べるのに数分はかかるぞ。敵の無線を傍受。ディビジョンがいる。あの飛行機には近寄らせるな。絶対にだぞ。連中が守ろうとしてるってことは何かあるな。飛行機を調べろ。データによると、レイザーバックはブラックタスクが持ち込んだ新しい移動性兵器のようだ。乗り物であることは確かだが、戦闘的な機能については不明だ。いずれにせよ吹っ飛ばさないとな。レーザーバックはまだ荷下ろしエリアにあるかもな。手荷物処理場からモールに向かえ。敵の無線を傍受。ディーゼルが応答しない。死亡したか。了解。全部隊戦闘に備えろ。事態に備えろ。あいつらどんな手を使ってくるかわからないからな。
ぞ。破壊しろ。全ての二次システムがオンライン。一次システムは 76% だ。全面戦闘準備が完了するまであと60秒の見込みとなってる。この空港は絶対に渡さないぞ。ここで食い止める。ビークル指定 DDP ダッシュ52レイザーバック。敵を防戦する。ぶっ壊してやれエージェント。エージェント行動不能。
ージェントが行動不能です。